一式家のの挙げておきますとこの足利安氏っついうのがかなりあのたくさんあれを引いてますね。あの芝家氏、それから足利頼氏、一式君深。足利安氏の子供っていうのはものすごく幅広い年代をあたっていて、家氏なんかはかなり。 早め,早めに亡くなってますけども、まあ、頼氏もかなり早めに死んでますけども、この意識決め負っていうのは、かなり遅く生まれて、結局、その息子の範氏の代は、えー、この範氏が高氏とほぼ同世代になりますから、この頼氏の子孫をこう考えてみますと、頼氏、家時、定氏、高氏というふうに、頼氏のひい孫が高氏に対して、このひ孫と子供がほぼ同世代という、えー、面白い結果になってます。これ結局 一式君深がかなり寄り氏とは年齢が離れているということになります。七なんですね。その子孫の、塗りの一応全て塗り寺の子孫になります。こちらが関東一式市で、関東九方の方に入っている。で、これが、ここが江戸時代に残るメインですね。もう一つは、持のりの子孫。この人の子孫が残ります。新数伝もここの流れですね。持のりの子孫です。丹後守護家はこの家系になります。 であの、ここからこういうふうに単語主語というのは、えー、続いていきます。で、吉道、その息子の代で滅亡します。この辺が大体あれですね、えー、本能寺の変ごろに1582年に、えーまあ、あの一色師を滅びています。まあ、逆に言うと1582年までは一応持ったということで、一応戦国時代は生き抜いたということになりますね。一色師の主な流れですけども、一色師。 足利一一門の一人一色君深の人、えー、子孫になります1330年に亡くなっています。えー、足利龍司が1260年頃に亡くなっていると考えると、この差70年に、ね、なります。足利安次の七なんで、まあ、下の方になります。でえー、三河の国、平野省の持党として、平野省に、えーまあ、下校し、そこの一式号に、えー、住んだことから一式と。 いいう名前ついてますであのこれは何回かあの、えー、出てきてますけども、この三河の国の、足利家の中でも、この三河の国の小知名を関する家、この小知名を名乗る家というのは、基本的に一門の中でも、えー、どっちか言ったら鎌倉時代には、えー、完全に足利に隷属するそういう一門として、まああの、いわゆるご独立した御家人としてのは存立しなかったと、えー、いうことになります。 この一式機密不に関してはほぼわからないんですけど、晩年にどうも下草の国の方に移動して、墓は実はあの関東の方にあるんですね。だから最後の、最後、鎌倉時代の末期に何の由来があってか下草の国に移住しています。その息子の長男のゆりゆき、この時代にもすでに りり行きもうこの段階で足利高氏と、えー、ほぼ同世になってしまいます。だから、この君深さんがだい,だいぶ遅くに生まれで、なおかつ子供が多分遅くまで生まれなかったというふうなことが考えられます。足利高氏の急死落地に従い、高寺下がってます。多々浜で高、えー、は大勝利を得て 菊池武利に大勝利を得て、高尾寺は再び、えー、京都に登っていきますね。この,、えー、この後と港湾戦い等があって、高尾寺は室町枠をつくるんですけども、この時に、えー、一式君深の子供二2人、一式頼幸と、それから一式の隆二この2人はそのまま九州に残り、南朝方と戦闘しています。年上落した 高尾寺に対して残った一式寄りは九州統一のために庇護の国に攻め込んで犬塚原の戦いで敵口武重、あそこレズミらと戦って1337年に戦死してしまいますこの一式寄りにも子供がいたんですけども結局着難、こちら一式寄りゆきの母親が今川家の出身だったということもあって着難は結局一式寄りゆきだったようです 従って九州短大として活躍するのはこの一式の隆寺になります主題の九州短大になりますねこの人が一式の隆寺は1300年頃に、えー、生誕してるいるので、まあ足利高尾は1305年というこ,とでこの一式の隆寺はほぼ高尾と同年代であってまあそれ考えたら一式の隆寺もそんなに年代は変わらないだろうというふうに思います逆に言ったら一式君深は1300年頃に、えー、子供を産んでいると、えー、いうことで足利安寺が おそらく最晩年の子供もであろうと、よりゆきと同じく、えー、彼は、えー、高氏と常に行動と共にして九州に行くと、でこの辺はあは、兼務の申請とかにおいて、えー、自立した行動、あるいは目立った行動が全くないのは、結局、この一式氏、細川もそうですけども、一式とか細川とかそういう三河の国の招致名を関する一文とのは、まあ、兼務の申請とかそういった鎌倉時代とかでは、基本的にほぼ、えー、その姿が見えないというような特徴です。 ところが、この一式の隆寺、一式与隆起というのは、九州に残って九州短大となるというあたりで、非常に大きな足跡を残すということになります。この九州短大、室町幕府の発足時の悪い、まあ、しゃあない、ちょっうとしゃあないですけども、室町幕府は南朝方と戦うと同時に、将来的にこの一門が、 非常に大きな力を持ったら困るという、そういう問題です、要するに広域的な軍事資源を持ったものが、経済的なものまで大事との結びつきを強めたらかなわんと、結局、ものすごい力を持つ。 鹿尊氏ゃどうも北畠顕家の奥州将軍府、武奥将軍府、えー、あれとの戦いで身に染みて、えー、感じているというふうに言われています。従って、奥、えー、州短大、右州短大と同じように、えー、九州短大にも基本的に守護を持たせないと、守護式が基本的にそんなに長続きせずに、くる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 変わったりして、要するに結局、両国を築くことはできないと、権力基盤は、えー、非常に脆弱なままであったということになります。 1346年に着手の直氏に短大職を移乗してますけどもまあ,あの短大職の移乗はしてますけどもノりウジャその後も戦ってます観音の上乱では高氏派に一貫して属しています そのために、忠義派の正義織久との、えー、争いが始まり、正義織久も当初は、えー、幕府についていたにもかかわらず、最終的に、忠、えー、義忠義派に、えー、寝返り、えー、まあ、もともと正義織久は忠義に深い関係があったために、そうなって、昭義織久、あるいは、えー、南朝方、正、えー、々将軍、金吉親の、との戦い、まあ、こういったものが、えー、あって、よりと南朝方の連合、 が出来上がって、そこで敗北して九州を離れて、えー、都で亡くなります。で、いつどこでな、あの、まあ、いつどこで亡くなったかっついうのは、実はほとんどわからないと。まあ、おそらく、えー、京都で1360、まあ、1300、これは50何年頃ですから、まああの、そんなに、そこからそんなに遠くない時期に亡くなっている可能性は高いというふうに思われます。で、一式直氏ですけども、 石木直氏は少年不詳ですけども、えー、1346年に、えー、九州丹大についている。それから、あのまあ、親父が1300年頃の生まれということでやると、大体まあ1330年前後の生まれだろうということが分かります。1346年には九州丹大についていると。まあ、1330年生まれたとしたら、えー、10代後半から20代前半とみられるんで、一応名目上の九州丹大であって、 実際には実験、おそらく親父の一式の竜次がそのまま握っていただろうというふうに考えられます。彼は48年に肥前、50年に肥後、筑前、日向の主語となっていて、まあ、九州のあちらこちらの主語をこう、歴任、つうか、まあ,あの、重ねていくんですけども、問題は、 例えば、肥前では小児氏の力が強い、肥後は菊池氏、おそらく一式なおじが事実上の確保できるのはおそらく筑前。 ぐらいであって、まあ,あの、筑前を抑えていれば、一応、博多を抑えることはできるので、結局、まあ、により折さあるいは、えー、あの、兼吉親の,の争いに、えー、よって、まあ、おそらく、筑前一国も、えー、おそらく確保できずに、あちらこちら、うろうろしたんだろうなあ、ということです。反応の上乱で、九州も先ほど言ったように、あの、により折さ兼吉親のプラス菊地、菊池市っていう連合が出来上がり、九州も混乱して、このハリス・リバルの 戦いで、え、伊敷典氏、伊敷直氏は、大敗北を起して。えー、直、典氏直氏、親子は、九州を撤退します。そのまま、典氏は、まあ、引退して、京都で、余生を過ごしたんですけども。直氏は、さすがに、千三百五十五年に、ハリスリバァンの戦かで負けました。帰ってきました。では、さすがに、許されず、坂司命じられて、再び九州に、えー、向かいます。 しかし、翌年、えー、敗北して、結局、京都に逃亡し、直氏も、それ以降、九州には、一番を築くことができず、これが一色氏が他の足利の有力な一門に比べると、えー、ワンランク下がってしもて、いわゆる四色の中で、足利氏の純一門の山名とか、京区赤松と並ぶ、そういう四色に止まってしまう一つの大きなポイントだっただろうと。 えいう,ふうに言われてます要するにこの間に、えー、守護領国を築くことができなかったということで他の,一あの有力な一門に比べてスタートダッシュに遅れてしまうと、えー、いうことになりますで。しかもそれが九州短大という大きな権限を与えられながら正々将軍府による九州支配を許してしまうというあたりで、えー、まあ一色師というのはそういう意味で最初からなんというかあパッとしないそういうような立場に立ってしまうと。 一色直王に関してはいつ死んだかも、えー、分かりませんが、彼も1359年、足利義昭に従軍しているという記録を最後に、あの歴史の表舞台から姿を消します。この辺は一色氏はあまり、えー、出てきませんね。であのちなみに、大河ドラマの「えー、太平記」及び吉川英治の「資本太平記」では、えー、一色馬之助という人物が。 狂言回、えーまあ、しみたいなことをやってますけどもあの吉川英治と、えー、NHK の大河ドラマでは若干違いますが大地康夫が、えー、大河ドラマでは演じてましたけどもこの一色馬之助という人物はもちろん実在しませんこの一色寄之紀氏などが、えー、一時期馬之助を関東なので取ってたんでおそらくその辺から一色馬之助という人物が架の人物が、まあ、作られていったんだろうというふうに思います。 一式直氏は絶対してての20年間か、えー、一式氏ににとととってはのプラスにもならならいいいう時代だというふうに言われていますその一式氏が、まあ、どういう形で力を持ってくるのかということになりますけども、まあ、この一式のリミツですね、りうじの息子で一式のリミツ、直氏の弟である一式のリミッツ、えー、結局ここが力を持っていくことになります。 一式の理事の子で、秘然主語を経て、まあ、ここまで兄貴でしょ。京都帰還して、1359年の最後に、一式直氏は姿を消しますが、彼はその後、どういうわけか、まあ、1369年には若狭の主語を、えー、確,保確保します。1376年には三河の主語という形をとっていって、まあ、あの、南北朝の末の頃には、この二つを接収活がすることができます。ただ、えー、若狭の国というても、あの、 あの結構ややこしい、この若さはオバマとか、その辺りにあの、えー、権益がたくさんあるんで、それに、まああのえー、黒人領主も多く、えー、最終的にこのノリミツは、えー、1369年から70年にかけて、えー、若さの国を制圧して両国化していきます。1300年代、末、えー、南北朝の後半辺りに、えー、一色氏は少しずつ力を持ってくるとこれになります。一色 則、えー、光の息子にあたります一色昭千1百4 0年に生まれてますけども、1181年は侍どころ当人に昇進してます。だからまあ、このあたりから、えー、一色氏は力をため込んでいくことになりますね。ここのところでうまくや,りやっていけたら、えー、一色氏にも細川氏のよ,ようなことになるかもしれないんですけども。 この秋の量はうまくいきましてありました、1八8 8年には、えー、家督を継承し、三河と若狭の2か国を取ります。若狭の国を制圧し、両国家と言いますけれども、もう一つ難しいのはこのオバマなんですね。このオバマっついうのは、当時は金利量じゃなかったんですけども、このオバマに関しては、山梨がずっと支配権を行使していて、若狭の主語言うても、一番おいしいオバマの権益は一式者手に入らないと。 ところが、明徳の乱で山梨が没落した結果、オバマの支配権を確保することで、一色氏の両国支配は、えー、まあ完成すると。応援の乱でも活躍して、一色氏は室町枠の有力一門として入っていくと。まあ、その点では あの、例えば、石堂とか、桃の井とか、石橋とか、三月とか、そういう、あの、結局、戦国大名がしなかった、戦国時代に生き,のろ生き残らなかった、足利一門とは、その辺は、えー、格が違うと。えー、キラとかそういったものと比べると、やっぱり、あれ、今川みたいなものと比べても、やっぱり、その辺は、一氏者、うまくやったと。一色三つこれは、あの、名前が、足利三つから名前入る人ですね。明徳の乱 あるいはランで活躍してます秋典がもうすでに老教員差し掛かってたことを考えると実際に明徳の欄あるいは応援の欄で活躍したのはこの三典だっただろうと。でこの三典の,の時に単語主語になります。だからあの秋典のとは独立して三河若狭を、えー、まあ秋典を持っててそれに対して三典には単語主語というふうになっています。 守護所として現在の舞鶴市にある竹部,竹部山城,山城そこをまあ,あの建ててますね父が死んだ後に、えー、三河と若狭の守護を継承しており三ヶ国の守護になりますでこれが一つの一色氏にとってご仕事になるのはこの秋典が死んだ後三典の丹後守護に従って、えー、三に従って一色家に入ってきた丹後衆と それ以前からの、えー、断の間で内紛が起こるとで、えー、さらに三河若狭の守護代であった小笠原氏、えー、小笠原氏は若狭の他に、えー、一色氏は実は尾張の知多、えー、半島の文軍守護も、えー、持っていたんですねだから三河とそれから知多半島を持ってるとなるとまああの辺りの三河湾それから伊勢湾 あたりにも影響力を持つということで、えー、実は一式市というのはあの海のオバマそれから千田半島その辺を抑える海の方の権益が結構多いと言われてます同時にこの一式市に関してはしばしばえ海運上の問題を起こしていて 特に地田の方の、えー、守,護代守護代とか地田の方の一式悲観というのは黒島悟さんによると相当海賊っぽいやつらだったというふうに、えー、言われております。一式氏が最盛期を迎えるのはこの一式義貫の時代ですね。えー、一式義、まあ名前からして、えー、この人は義という字を拝領するなど室町幕府の中でも足利氏から気に入られたということが伺えます。 吉野の字を拝領すると。で、あの、彼は1100年に生まれて9、1009年には家督継承しているという形で、えー、まあ、かなり若くして家督を継承しています。それもあったんでしょうね。えー、よから早くに、返記を拝領して、えー、よしと名乗っています。まあ、これは後に足利義のが吉典、吉しあの、よ信から吉しと書いた段階で、同じ吉しと。 なることをはばかってただ、よしという字は一貫して持っていると。当時の禅僧の監視、えー、には、一式義蔵は足利義則の無二の親友みたいな格好を出してますんで、外見的、世間的には、えー、よし蔵と義しのというのは非常に関係が深いといううに見られていて、まああの、それはどうも嘘でもないと。彼は、まあ、父親から丹後、三河、えー、若狭三か国の守護職を あのまあ引き継いでます。千百十八年に山城の守護にも、えー、なってます。これはまあ三年間だけでこの山城の守護というのは基本的にあの裕 lux な、えー、守護の中で、えー、まあ持ち回りという感じになっています。石橋吉綱は上杉前守の乱に際して、えー、足利義綱の身柄を確保する。実は警備に当たる。 そういう活動もしており、室町幕府の中では比較的、えー、そういう、えー、上杉前首の欄の時には、まあ、多くの室町幕府の連中がみそ、えーまあ、つけたんに対して、義、え、貞、ー、はそこのところはうまく乗り切ってると。あ赤松持貞の乱には出兵を拒否しており、北本家光政の乱には出兵しているというふうに、これだけ見ますと、えー、なんとなく、まあ持定、持貞、 の欄に出兵拒否ということでなんかあの、室町幕府の中でも評判悪いことしてるのかなというイメージで,で実はこれはそうじゃないですね。この赤松持久の欄に関して、赤松持久の欄というのは、えー、前もちょっと出てきましたけども、春日部家の赤松、ま、赤松持久。これは特に足利持ちから非常に気に入られていた。赤松光輔に変えて、播磨の守護職を持久にすげ、えー、替えようとした足利持ちの決定に反発した畠山。 光家らは出兵を拒否していて、四季義一らもその光家に従って出兵拒否してるんで、これ、この出兵拒否っつうのは、実は守護大名の多くがと行動を共にしているということになります。北本家三雅の乱には出兵っつうのは、義持が死んだ後と、義範、えー、には従っているということで、この持さんの乱に出兵拒否し、三雅の乱に出兵するっつうのは、まあ、当時の守護大名の、えー、動きの中で、まあ、うまく立ち回っていると。 ええー、いうことになります。だから、一識教室らっいうのは、ここまでは非常にうまく立ち回っていると。彼がおそらく、ええー、ミスをつけた、サイズのポイントとしてはこれじゃないかなと思ってます。足利吉則の宇大将敗がの場で、大名一騎打ちというのがあって、要するに、あの、大名が、ええー、い、あの、馬に乗って、ダーッと、あの、潜空をするんですね。先駆けをするわけです。その大名一騎打ちと言われるやつを、ええー、一死教室らはあろうことか拒否してしまうと。 なぜ拒否したか言ったら、要するにその順番があって、義則は、えー、足窪秘密の先例に従って、この畑屋を持ち国を一騎打ちの第一番手。で、二番目に義経というふうにやったところ、義経が、あの、何んで持国より森の方が後やねんというふうにごね出して拒否するんですね。それに対して義則はぶち切れて義経の、えー、所領あの、所領をいくつか没収すると。えー、義経に対しては罰を与えると。で、お前らどう思うかと。それに対して山名時博は、 よしのり様のおっしゃる通りと、室町殿のおっしゃる通りというふうに、えー、やってしまいますけども、畑は持ち国の親父の畑は三家が、いや、まあまあまあ、そんなことやったら、あのー、いろいろ問題起こりますよ、と、えー、いうふうに言うたんですね。まあ、三家としても、あの、自分の息子の話であって、自分の息子を、よしのりが支持した結果、吉連がへそ負けてるのは、まあ、ちょっと、 多分自分も引け目があったんでしょうね。だから三重はとりあえず、えー、意識を失らの処罰はもう勘弁してやってくれと。えー、それに対して吉典が畠山の意見はことはじめなりというふうに、えー、怒り出して、えー、ことはじめ、畠山と出てきましたけども、畠山の言うことはいつも、えー、同じだと。反動したようなもんだと。 いうふうに、えー、まあ、ののしって、で、さらに義則は、あの、ここで義経を許したら、親勢や関東にもなめられてることがばれてまうやろと、言ったところ、三菱はいやいや、あの、そんなことはありません。あの、逆に、義則様のように、覚悟なく、えー、メンツにこだわって、ぐだ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 言う方が、よっぽど将軍の権威を損なうもんですよというふうに、えー、強く言って、それで義則もぺしゃんこと。 引き下がってしまったということもありまして。まあ、義面は、まあ、いわばこれ、えー、あれですよね。悪く言うと、吉面が突っ張ったせいで、吉則は三つ恵に恥をかかされたというふうになってます。で、あの、おそらくそれ以降、吉面に対する吉則の気持ちっていうのはもう、えー、こいつはムカつくと。何かあったら潰したらと思っている時に、大マの影響の乱に、えー、従軍中にいきなり殺されてしまいました。 でこれに関しては、一式義貫があまりにも強くなりすぎたというようなことが、えー、言われていて、義、ま、則、あ、がしょあの有力な大名を潰そうとしたというような話で、えー、一応片付けられがちなんですが、実は義貫に関しては、えー、容疑がありまして、一式とキー衣という人物がおるんですね。これ、一式直氏の子孫で、関東一式氏です、えー。一式直の 子孫これは、えー、結局関東に実は移動していてこの一式時栄という人物は足利持ちの側近でしたであの実はもう一つ、えー、あれなのはこの関東一色氏この人物ここに出てくる日,、えー、日というのは、えー、実はこれは持ち主の母になったんですね。 またこれは、後物で出てきますけども、も、え、ち、ー、の母に当たるということで、この関東、えー、一色市というのは、あ鎌倉九宝の,の、鎌倉殿の、まあ、いわば外籍を作っていたということになります。その時家を、えー、実は時家は、あの影響の乱で滅びた時に、えー、この直兼は、 えー、このお金さんは、えーまあ、あの戦死するんですけども、えー、この時計さん逃れて生き残るんですね。で、それを、えー、吉蔵は三河の国にかくまってやったと。えー、いうことで、飛び込んできた、えー、仲間を殺すわけにはいかないと思ったんでしょうね。それが、えー、逆に、えー、吉野にとっては非常にまずいと、えー、いうことになって、結局殺されてしまったと。 義いの所、えーえー、領は丹後は一式の利地下三河、えー、は、えー、細川義経、ね、細川三周家の義経、ねえー、若狭は秋武田氏の武田信秀でこれに分配されてしまいます実はこの一式を,をこの時討伐したのは、えー、足利義則の和尚番主であったこの、えー、武田信秀ですね えー、武田信秀というのは、秋武田氏の、えー、武田信繁の、えー、息子で、えー、九州出兵にで功績を挙げたことをきっかけにして、足利義則の,の、えー、和尚番主になってで、今回、一色義蔵を滅ぼしたことで、若狭の国の守護に、えー、まで上り詰めたという人物です。これで、義蔵、一色氏は、えー、所領を分配されて、丹後一国に、えー、て転落して、でこれであの一色氏の力は。 えー、衰えていきます一応この関東一色市について見ておきますと、一色直氏、この系列ですね、直兼通人物が下総の国の民屋、えー、の省に、えー、入部しています。これはあの一色君深が、えー、かつてそこにいたということで、えー、その省員を頼って、えー、直兼は下総の国に入ってます。で、あの一色直氏の死後、えー、直兼までの間に何をしてたかは分かりません。 直兼、えー、の妹が足利光兼に嫁いで持ち家を産んでいることからこの一色直兼は、えー、関東九方のご一家衆として持ち家を支えています。影響の乱というのは、えー、もともとこの上杉憲実と足利持ち主の、えー、争い。 から始ままってはますけども関東と室,室町の京都の間の中、まあ、を取り戻する上杉憲舟に対して、えー、お前は京都のスパイか言うて紀藤を殺せ言うのがこの営業の始まりです。でこの時の憲舟討伐の中心だったのが一式のお金ですね。しかし,、えー、一し上杉憲舟の反撃によって一発で潰さあの敗れてしまった上に幕府軍に攻められて。 持ち寺は降伏、一色なお金も降伏するんですけども、彼らの降伏は受け入れられずに、持ち寺、それから持ち主の息子の足利義久、一色なお金らはそれぞれ、えー、鎌倉周辺のお寺で、えー、自害に追い込まれてしまいます。えー、一色なお脇は、えー、金沢の照、えー、明寺で自害しています。で、えー、この時家です、この吉津貫が死んじゃった一つの原因はこの時家にありますが、この一色時家は、 長生きてますね1226年頃には相模の守護にあったと言われています。ただこの相模守護に関してはもちろんこの頃は義時と義持の関係は悪化してましたんで、えー、足利義持が認めたわけではないんですが相模の国の守護にも持ち主から任命されていると。武田信長、甲、えー、の国の武田信長討伐にも活躍するなど関東九方の戦力で活躍しています。 で影響の乱の後は彼は三河の国に逃亡して、で、囲まれてます。で、そのために義貫を滅ぼされるんですけども、その後、えー、三河の国で一色七一門として、えー、まあ、実は活躍して、まあ、あの三河の国は細川持常が守護職に就きますけども、それに抵抗する一色七一門として、えー、三河の国で一色氏のために働き続けると。応仁の乱では西軍に属して戦っています。 だからまあ、あの実は、あのこの時江さんあの生き延びるですね。時江の、実はちょっとややこしいのは、その後、えー、一色氏っていうのは、この関東一色氏は直明通人物が、この直明通人物ですが、この人物、時江の兄弟に当たるように、これ書いてあるんですが、実はこれ、養子らしくて、足利義次の息子らしいですね。 足し義継の息子が許されて、関東一色市に養子入りしていると。かにゅうなおかで届き家は滅びたんですけども、この義継の子供は一色市に養子あの、実は義継の妻、妻は実は、あの、あれですね、樹三味に寄せられてます。確か三味だと思います。あのい、あの女上位で、あの,の、えー、義しのりの正室の忠子が、えー、2位になったのかな。ご花な天皇の聖母の、 えー、幸子ささん、えー、当時はつねこさんは三味になったときに、えー、この吉シツの妻と吉シツの母。 彼らがそれぞれ2位と3位に、えー、寄せられているということで、義、えー、吉継は吉則の代には、義、えー、吉継の、えー、関係者は、むしろ優遇されてました。で、関東一式氏も、えー、時や逃亡するし、なおは戦死するしで、この関東一式氏を再興させるために、おそらく吉則が、義、えー、吉継の維持を、えー、関東に下して、一式氏を継がせたんだろうというふうに思われます。で、関東一式氏は、その後、足利春氏の代に、 北条氏康の支配下に入ります監督法は、持氏の後、重氏、えー、吉氏、春氏と、えー、動きますけれども、この足利春氏の代に北条氏康によって、えーまあ、春氏は取られのみとなり、で関東一色氏の民宮、えー、城も陥落して、関東一色氏はその後は、えー、北条氏康の、えー、配下に入ります。で小田原征伐の直前に、一色氏は北条氏を離れて、 豊臣秀吉の支配下にえ、まあ、入りますその後、えー、徳川家康に侵入してそれ以降、えー、旗本4500の旗本になりますこの家はあのなかなか、えー、重役にも入っなっていて何と読むか分かりませんけどこの一式な何とかさんは長崎奉行とか 環状奉行を歴1850年頃、えー、ですからペリーが来航する前後あたりに、えー、長崎奉行、あるいは勘定奉行という、なかなか難しい仕事を任されるなど、この関東一色氏は幕末、えー、維新まで旗本として、えー、残ると、大臣の大きめの旗本として、まあ、あの残るということになります。室町時代の一色氏について、一応まとめておきました。 一式はこの君深を1と数えるんですね、初代と。はい。で、範氏が2ですか時に頼之が一応、加藤をついてるように書いてあるんですね。1、2、3と。これどうなんだろうと。頼之<ー> <laughs> と範氏はセットで、範氏が最終的にチェックしてあたんだったら、これでよくねという気がしますね。1、2でよくねという気が、うん、しますが。その次は、 直子な,なんですね。直子になんですね。一応この、えー、よりゆきさんに言とすると三で四で五になります。で以下六七と。そこはなんで直子の次のりみつの方に乗り変わるんですか。結局直子とその子孫直子がまあ下手こ下手こいてあの結局千三百五十年の最後に姿を見せなくなるんでまだ宇智香奈らが出てくる幕ではなくこちらでしょうね。 というのと、やっぱり、リ、え、次、ー、も含めですけども、えー、この3人がやっぱり九州で下手こ超いたのがやっぱり大きいんじゃないかなという気がします、この辺がちょっとややこしくなってくるのは。で、直司は1359年に姿を消すけども、結構早いんですね、だから多分、氏金がまだ子どもやなかなか血統的にはこれ、直司でもいいんだけども、うん、直司が失敗したから、弟の方に行ってしまったと。うんうん 失敗したら廃人したか。で、乗<ー>り道はあの結局、まあなな、なんらかの形で取り返す機会ができたと。 結局彼の時にあの若田守護になってるんで、私もちょっとこの辺は何ともわからない、1366年、1359年を最後に直木の姿が消えて、66年にはみ光が若,若田守護になってるんで、まあその間に何か挽回する出来事があったんだろうなと思います。で、その後はこの守護を確保したみ光の方が百景になったと。 相模守護の任命の話が出てきてましたね。この人ですね、はい。はい、相模守護では鎌倉が任命するんですか、京都じゃなくて。京都の、えー、許可を得るのは原則ですけども、足利持氏とかも基本的に勝手にやりようと。基本的にはあの関東国宝が指名し、室町将軍が一応任命する形になってるんですけども。事実上のだ誰を 死後にするかという選択権みたいなものは、鎌倉久保が持ってるということなんですそうですね、一応、関東八州に関しては、かなりの広範な権限を引き渡してますので若さと三河でいうと、今聞くと三河の方がずっといいじゃんって思うんですけど、若さって小さな国でやっぱりこれ利権があるんですか、あそこはやっぱりオバマが大きいですよね。 この一式つ連が、えー、主語をやっている頃かな、オーバマに南蛮のこういう人物がでてきてるんですね。これだけ見たら、これかなと、アラジンで、これはインドネシアかなと思うんですけども、どうもこれ、あのけ研究をすんで調べてみると、南蛮というのは、いわゆる明、えー、の急行つまりパレンバン。 アレンバのマジャパイト王朝の施設がやってきていると。で、この、これはどうも、あのマジャパイト王朝の、えー、アーリアと言われる役職であって、で、この新教というのがマジャパイトの、えー、アーリアであった人物に、手新教という人物があるんですね。だからこれもぴったりと符合するわけであって、この手新教。 アーリアであった、あの、パレン、あの、パレンバンのアーリアであったセシン教が、ええー、まあ、バマに、えー、来航して、ゾウとかオウムとかを献上したという記述があって、まあ、バマっついうのは、そういう意味では国際交易機構だったわけですね。で、ええー、もう一つは、あの、南蛮の他に、オバマには、この吉蔵の、ええー、末年あたりですね、この頃に、あの、オバマのハガデラ、芳寺、 墓地を下國、えー、安末が創建していると,ということもあって、あの実はこの小浜綱、南と、えー、それが北の両方から入ってくると、でその小浜を通じて、小、え、浜、ー、から、えー、山越えをして、琵琶湖の今津から坂本、あるいは片田を通って、京都に運ばれてくるという形になってますので、実は小浜綱、日本海交易の京都への玄関口なんでこれあの若狭は実は大きいんですよ。 でただ、一つ問題があって、この三則の頃までは、オバマは、若さの中でもオバマだけは山梨のものになっていたと。その後、えー、一色氏がこのオバマの支配権を確保,確保して、で、一応名目上は、大、え、江、ー、年間に、えー、金利量になっています。あの福井県市によると。これは資料で調べたないんですが、福井県市の金利量になってると、大江年間に。 だからまあ、あの金利量になって、えー、その代官を誰がやるのかってことですね。山名の後、えー、金利漁、山名が多分滅びた後に、えー、しばらくて金利量になって、一色氏がそれを、えー、管理すると。羽賀寺の総建を塚ん同士に命令するときに、御花園天皇の命令が出るのは、大ばが金利量だったからだという答えが出ますけども、これ、その後、吉蔵が死んだ後は、一色氏がしばらく持ったようであって、一色氏と武田氏が大ばんをよくて争ってたりするんで。 あの実は若さの国というのはこの青葉が大きなポイントになっていると。オ青葉がない多分若さの、えー、見入りで、まあ大したことないんでしょうね。あの鎌倉時代も実はこの若さの守護というのは大体特捜家なんですよ。やっぱり、えー、ものすごい大きな若さというのは大きな利権をもたらすと、ただしそれはオバマによると。室町時代は大きな港だったわけですね。そうですね収益の上がる。うん。まあおそらく日本でも有数の国際交易港。 国際交易拠点と、今でいうところの横浜港とか、神戸港クラスですね。<laughs> 関東一色市の話は出ましたけども、一色市の一問もちょっと見ていきますと。一色餅のりの子孫、これ一色餅のりは吉津らの兄にあたります。 石木持ちの,の子孫の中で重範の子孫が石木餅の神家となります。石木餅の神家は、戸様ま衆という一を接種して、大体あの将軍家から返挙をもらって将軍家の戸様ま衆をで戸様ま衆という言い方すると、戸様大名的なイメージなんですがこ,この場合の戸様ま衆というのはどうもう、昭晩衆、お供衆の下でて、お部屋衆の上と。 ということでまあ、ランク的に言うたら、奉公衆と同じ形だよ。ただ、方向衆みたいに記録が残ってないのと、方向衆みたいにきっちりした組織になっていない。四季市の一門をはじめとする守護大名の一門衆を戸玉宗という形で、室町幕府の軍事力として、えー、動員していた、そういう家系として残っているみたいです。大体、室町幕府のこういう戸玉宗とか、内団衆とか、そういうものを務めた家柄さん、大体いい基本的に室町幕府と一緒に没落してしまうんで、記録とは残りません。 この式部一式家、同じく一式持ちのの子孫の中で、重典の弟、正輝の子孫にあたります。こちらはお部屋衆という、この戸山衆の、えー、一つ下のお部屋衆と言われる将軍の、えー、身辺を警護する、そういう役職を世襲、えー、しています。この家で有名なのは一式藤長ですね。一式藤長が足利義照や足利義則の側近として活躍しています。子孫は旗本 1665年には無視断絶してしまって,もして,ま,ってますが、一応2000国の旗本になっていると。で、ここの家の大きいのは、この藤長のいとこにあたる維新数殿ですね。維新数殿がまあ活躍していると、えー、いうことで、維新数殿の家も、この、えー、いわゆるお林を、えー、継,承継承した式部一式家の文家の出身になります。それから兵部一式家というのは、同じく、えー、吉綱の弟にあたる、えー、一式も忍ぶの子孫になっております。 一色持ち信ののは義兄のおとしを務めており、義、ま、兄、あのおきに入りの一人になっています。持ち信は、えー、富士の遊覧にも参加しています。富士遊覧というのは吉典が、義兄が富士山を見に行くと称して、今川範政の、えー、屋敷に入って、足利持ち家にプレッシャーをかけた、えー、やつですね。要するには、足利持ち家に対する軍事的な圧力を可視化したものが、この富士遊覧です。 吉典は今川範政の屋敷、駿府に入った後富士山の方まで入っていって、持ちにプレッシャーをかけています。その後、えー、実は一色持ちの部は、中条昭秀の書類を配慮とれりますけども、これ、中条昭秀というのは、えー、室町幕の奉公集であって、名前を見ても分かりますに、足利義昭の返金を受けているというかが相当古い年よですね、当時90を超えたはずです。この方向であった中昭秀は 若い頃は、まあ、えー、京都にもしばしば出てきてたんですけども、息子の光秀に譲った結果、この秋秀はあの国元、東,東海の国にあの退いておって、京都にも行かなかったと。で、えー、吉則が、えー、富士遊覧するときにも、えー、挨拶に婚活をつこっで吉則はすっかりへそを負けてしまって、中将秋秀を京都に呼びつけるわけですね。 90を超えている中条秋比では、ロ、えータイム中で京都へ向かう途中に、えー、愛知県、えー、終わりの国に入った時に、えー、吉典から切腹命令が届いて、あえなく切腹させられてしまいました。で、あのー、土地は没収されて、その時に吉則は持ちにぽイいとその土地を与えちゃってるということになります。だからまあ、吉則から大変気に入られていると。この持ちの息子の,ののりちか。 このノリチも、義シのお供しを、持ち沼のとのついで、引き続き務めています。義シが吉シを殺したときに、このノリチは吉シツを接収し、してます。で、あの、そこでもちろん抵抗があって、合戦の後、吉シツラは焼かれて、家臣何人かが戦死すると。合戦を経て、ノリチカは、意識死を継承します。丹後、伊勢の国の反国主語になるんですけども、 1047年には山城の守護、侍所の当人を務めています。ただ、一色範親は、1051年に亡くなってしまって、しかも子供がいなかったと言われています。子供がいなかったんで、一色義直が継承してます。義貫の生き残りですね。一色義貫が継承してるんで、兵部一色家は結局、持ちと範親の2代で断絶してしまっていると。 ということになります。一時は兵部一式家も丹後一世半国主語を名るなど一式家本家を継承したんですけども結局は義直に行ってしまうと。一式義直一式氏の中高の祖とも言えるかもしれません。え義貫の子供は7人おったんですね。7人おったんですが3人は義貫ともに戦死してます。で2人は留罪になってます。 で、2人は伊勢佐佐に預けられています。吉直は、この3人じゃないと分かりますが、この4人のうちのどれかは分かってないと言われてますけども、まあ、室町時代の流罪って、半分以上は、あの、実は死刑なんですよね。流罪いうて、大体、あの、多くの場合、京都出たところでもう処刑されちゃうというのが、実は結構ありまして、流罪やから言って、本当にそのまましっかりと廃所まで行けるというケースは、意外と少ないですね。 だからこの2人殺されてても不思議ありません。だからまあ普通は伊勢佐田国に預けられていたこの2人のどちらかだろうなと私は思います。何らかの意で生き残っていた、えー、吉貫の維持が、えー、1051年に範区が死んだ後に吉野は継承すると。でこれはまあ一式残党たちが一生懸命あ,のあちらこちら反乱を起こしたりあるいはあの、えー、幕府の有力者を抱き込んであの 一生懸命運動したり、まあ、そういったことが身を結んだようですね。この一色師の場合、これ運が良かったのは、範地下と吉直の両方が出てきて殴り合うということはなかったこれやったら、多分その段階で一色師へたしたら滅びていたかもしれないんですが、であのこれ、実は可能性がありえたのは、富樫とかしばしばありますよね。要するに、吉則が無理やり取り立てたものに対して、吉則から、あの 追放された奴らが、吉野の死んだ後に復活してきて、という。まあ、吉野の場合は、その辺、佐、え、田、ー、に預けられたために、おそらくその辺は抑えられていたんだろうと。まあ、吉野が継承した結果、えー、丹後伊勢半国守護、それから若狭の国のオバマの支配権、あの、若狭の国自体は武田氏なんですけども、このオバマに関しては、実は、あの、この後も一色氏が、えー、持ち続けることになります、この後。 であの実は武田家はこのオバマに関してはかなり苦労してるみたいですね。春の国に入った直後に武田信秀がオバマの商人たちを何人か処刑してるとかいうこともあるんですけども、結局、武田本家はなかなかオバマに支配権が持てず、高浜に守護所を置いてます。実は1465年頃に、このオバマにあったさまるという船。 まあこの名前から見ておそらく土佐港からやってきたんじゃないかと考えられてるんですけども、この土佐丸のえ荷物をめぐって一式吉直と武田信方の間であの揉めてます。積み荷に関して、これはどちらのもんであるのか、武田型の商人のものなのか、一式型の商人のものなのかとえいうことなんですけども、まあこれは武田と一式の争いというよりはもともとは 証人同士の揉め事に、えー、一式と武田が首を突っ込んだという方が正しいと思いますけどね。武田という、この土佐丸の話で、武田と一式の争いを、えー、露骨に見るのは、えー、あれなんですけども。も逆に言ったら、武田と一式の、えー、オバマにおける主導権争いというのは、その承認をどちらが取るかという、あの、その承認がどちらを頼るかという。だから当時、オバマっつうのは、一応、まあ、あの、一式が支配権を持っていたとは以上、武田派の。 商人と一式派の商人がそれぞれおって、で、あのこの話、実は、そいつらが最初から喧嘩してたわけじゃなくて、そいつらが同じ商売していて、揉めるまでは一緒に商売してた商売仲間ってのが揉めちゃったんで、幕府の裁判所に持っていったら、そこに武田と一識がズカズカと顔を出すという話なんで、合戦になるような問題じゃなかったようです。で、さらに面白いのは、さらにそこに、 あの大内政宏まで首を突っ込んでるんですね、証人の関係者が大内氏のもとに逃げ込んで、えー、出頭しおれへんと、だから大内に命じて出頭させろと。 んで、あの、この土佐村なしに大内氏までなんかいろいろ噛んでいて、えー、これ逆に言うたらあれですよね。大浜の商人には、えー、大内、そいつらは、あの、確かこれは一式の方やと思うの、一式と大内の両方に関係を持ってる商人がおったと。ということで、この大浜っついうのは結構いろんな人間が入ってくることがあります。ちなみに、大浜にはもう一つ、あの、安藤氏の、えー、津軽安藤氏、当時はまあ、あの、この頃には檜山のように映ってますけども、 えー、秋田の方それから能、えー、代の方の安藤氏の大官もオバマにずっとおったようであって、オバマいうのは、そういういろんな勢力のに人間がいっぱい、えー、うじゃうじゃと渦巻いてる、そういう場所でもあったんですね。その中で一式、一色吉野は、えー、一応、オバマの支配権を一応獲得したと。ただ、それを獲得したというとも、それを実際にどの程度実行支配できるかはまた別問題です番にもなってます。 応人の乱では、その、この小浜をぐって武田と、えー、争ってますから、この信方との確執から西軍に属しています。武田信方は細川と関係が深かったんですね。で、えー、逆にこの一式吉直は、えー、山野と関係が深く、そういう関係で、えー、西軍に属しています。で、えー、実はこの1167年5月、これがあの、1167年の正月に、えー、五稜橋の戦いで、 戦していこうしばらく小康状態続いたんですけども、1167年5月、この一式義、えー、直帝王、武田信方が襲撃したことで、本格的に大仁乱が勃発します。これを神冥の戦いといいますけども、これなんでこんなことになったのかといいますと、室町幕府があって、その隣向かい川、あの通りを挟んで、こちらが向かい川にやったかな、こちらは向かい川かな、将軍家の向かい川に。 あの一式って吉野手があるんで、東軍はこの一式吉野手を占拠した上で。室町幕府を取り込んだと。ええー、いうこなります。で,すので、室町幕府を取り込むための、えー、拠点として、この一式。吉野手が必要だったんですね。一式手を、あの一足先に、ええー、収益して。抑え取った結果。細川勝元サイドは。 室町幕府、さらには御、えー、花園上皇と御土味方天皇を東軍サイドに取り込むことに成功します。丹後の国には、東軍が丹後の主語には、武田信方が若さと丹後の2カ国の主語になっています。そうなりますと、一色師と,としては、この西軍の主語としては、この丹後を守らないといけないということになります。その結果、三河の方は下ろそうになっていくわけですね。 さらに、えー、東軍幕府によって終わりの所領、チタ軍ですね、そこを募集されます。その結果、一式市にとってはこのチ多半島を取られた結果、三河湾の、えー、海運とかの力も急速に取れていくんで、まあ、おそらく、えー、この段階で一式市としてはこの三河の国はあのこのこチ多半島を取られた魅力がなくなると。 1970年には山田正人と細川政元の間で和睦が行いますけれども、その和睦が行われたら、えー、当然のことですが、単語の主語は回復されます。ただ、これに関しては当然、武田国信、えー、あの若さ単語主語の武田国信は抵抗しますよね。確かに東軍と西軍が和睦して、東軍の単語の主語はやっぱり取り消すとは言われてもできるかと。 え、いうことで、武田国信を粘るんですけども、これは一色氏が、えー、武田国信を排除して、えー、武田国信、それからそのバックに細川政元、細川政元の悲観が、えー、この時、かなりたくさんなくなってます。単語の国を回復してます。1176年、細川重行と、えー、三河の主語を争っています。 細川重幸、細川重幸っていうのは持ちつの息子ですね。重幸と、えー、三河の主語を争ってますけども、結局、1178年には三河の主語はもう求めないということで三河を放棄します。細川重幸がその結果残るはずなんですけども、えー、細川重幸も結局、阿波の国と、えー、三河の国ですから、もう三河の国も面要面倒を見切らんと。 えいうことになって三河守護はえこれ以降え任命されることなくなって空席になります。その中で三河の国は松平をはじめとする黒人領主が急速に、あのー、発展してくるその後は尾張の守護代である織田氏と尾張の守護であったあの柴守護代織田、えー、それから守護代の有力家臣である織田壇上の中家のが狙うようになると。 で、その一方で、この三河にはもう一つ、駿河から遠いまでその力を伸ばしていた、えー、今川家も、えー、進出していくんですね。で、今川氏近はしばしば、えー、三河に攻め込んでいます。三河に、えー、今川氏近が攻め込んできたときに、それを補佐していたのが伊勢森時ですね。今川氏近の叔父にあたる伊勢森時も、えー、共に三河に攻め込んでお、えー、って、三河の国いうのは完全に乱世になるということになります。 今川それから伊勢伊勢というのはこれ後にご北条氏の祖先ですね、えー、伊勢盛時というのは北条草音と後に言われます今川北条あるいはあの織田こういったものの草刈り場になっていきます武田国信はオバマ支配を実行支配し続ける,するわけですけれどもそれに向いて単語を帰国しましたが武田国信が、えー、オバマを支配している以上はうちはもう幕府に協力できんとで国信だとは幕府に復帰しています で足利義経が行った第二次六角征伐にも参加しています。ただその後、義直の動向は不明になります。京都にいたのは間違いないんですけども、その辺りで、えー、亡くなったんだろうなというふうに考えられます。戦国時代の、えー、一色氏ですけども、まず一色義治。一色義治は義直の着地です。 丹後伊勢半国主護を継承して,ますしていて、昭晩守足利義久の側近、えー、ただ彼は父よりも先に死んでしまいました。その後、一色義秀、吉原はだから、その後、しばらく吉直があの復帰しますけども、一色義秀がその、えー、後継承します。ところが、丹後の国は1193年頃から国衆の反乱が起こるようになり、 結局、これ、あの、一、え、式、ー、家はこの国衆の反乱に苦しめられなくなります。1998年には一式義秀が国衆との戦闘中に戦死してしまうとうよくなります。で、その後を継いだのは一式義ありです。ただ、一式義秀は子供がいなかったんで、 尾張の国の知多軍の文軍守護とも言われている知多軍を領有する一色教主党の子です。この一色教主党は尾張の知多軍を失った後は丹後の国におりましたがその一色教主党の子です。1505年に丹後の守護に任命されています、幕府から。だからそれまで丹後の,の,の守護というのも実態があったりなかったりで、この場合は一色師が丹後を抑えていることに対して守護の、えー、任命を受けると。 ところが1506年、えー、細川正元がいきなり、えー、一式吉有を解任し、武田元信、若狭武田家の武田元信に単語処分すると、交戦して戦っています。で、栄章の桜、つまり、正元が殺された後に和睦を行っています。ただ、その後、撤退する正元関係者を、えー、攻撃して、 細川家の内衆である赤玉浅ねとかが殺されています。その結果、丹後の守護に復帰し、1511年には上洛して、同じく、えー、大内義行のもとから上洛して義行高国とともに、えー、今日、幕政をリードしていた足利義谷に仕えています。1512年には、えー、亡くなっています。丹後一色氏の滅亡、このあたり実はちょっとよくわからないんですね。 意識義行は誰なのかというのを実は分からない、意識義ありの子と言われてますけども、チカの子孫とも言われてる、あのただチカには子供がいなかったというふうに記録にあるんで、どっちかと多分意識義ありの子なんだろうなと。558年には家督を継承しても、義道に譲っているということが分かるだけであって、この頃になると、えー、丹後意識家も急速に京都から姿を消していって、記録が、えー、途切れ途切れになると。えー、よくなります だから石清道も丹後の、えー、主語になってるかどうかって言ったら、あの主語に任命された記録はない。えー、ただ、あの旧主語の権威を持って丹後の国を支配すると。戦国大名として、一応戦国大名、丹語においては室町幕府以外の権威を上に持たない。一国レベルを支配している。国衆などを支配する。そういう家系として戦国大名になったということは言えますね。 弟の秋達を義明の方向集として出しています。これは、あの、宮内市家を継承していると。さらに、弟の義清を単語の一部を支配させるなどして、単、え、語、ー、支配をうまくやっていたのが吉道ですね。さらに、吉道は毛利輝元とも交流をし、山陰方面、日本海交易の絡みもあって、山陰方面の毛利輝元とも交流しています。 さらには越前の国に関しても当然関心がある。要するに越前の国の敦賀との競合もあります。逆に敦賀、あるいはあの日本海交易をえまあスムーズにするためには三国港とかそういうところとも関係を持ってないといけないので、越前の一向一揆をえ鎮圧するときに信長方について一式吉道は活躍しています。その結果、織田信長と交流しています。ただ、 あの意外とこれ早く潰れちゃって延暦寺の焼き討ちの後、延暦寺の僧侶一色義道が、えー、かくまったことから信長対立します。信長は丹波方面の司令官である明智光秀に、えー、一色氏の、えー、処分を命じ結局、えー、明智光秀細川藤孝が丹後の国に侵攻、えー、して一色義道は滅ぼされてしまうと。 一式義道の息子の一式義貞。これは義道が死んだ後に、えー、抵抗してます。なかなかの武勇の、えー、武将やったらしくて、光秀の形で、この細川藤高の、えー、娘と婚姻して、えー、和睦します。その結果、織田信長はこの一式義貞を奥丹後 現在の京丹後の地域,です地,地域ですね。現在の京丹後市にあたる、えー、奥丹後の大名西、現在の舞鶴市、えー、宮津市は、えー、細川藤高、で京丹後市は一色吉佐だというふうに分割統治をさせます。今度は、職、えー、法大名、織田大名として一色吉佐が生き残るのかと思,思われるま、ねえー、京都の馬揃え、あ,あれですね、えー、大木町天皇の王子さんね、人親王の聖母であり、大木町天皇の妻が亡くなったと。 そのもが開けた時に大扇町天皇が安土でやってた馬ぞろえを京都でもやってくれというふうに言うてお、えー、まあ信長はじめ諸将がえ馬ぞろえを見せたこの京都馬ぞろえこれにも一式義貞は参加してます要するにまあ,あのこれは、えー、貴族公家衆と言われる、えー、連中が参加していて要するにまああの織、えー、田信長にとってはその 単語一式とか、えー、細川とか、そういう格式のある人間をこうずらーっとそえたんですね。その一人として参加しています。さらに、えー、公州征伐にも参加して、武田勝頼を滅ぼすときにも、えー、一式義貞は活躍しているということで、完全に一式家は、織、えー、田大名家として、 織田家の大名の、えー、一角として、えー、重臣として活躍していくのかなと思ったんですけども、まあ、あの、三秀と深い関係があったということは、本能寺の変の時にはややこしいことなるわけですね。本能寺の変の時に、石清貞は、えー、三秀に味方をします。ところが、あの、石清貞にとって計算違いだったのは、上役に当たる細川藤隆は、この本能寺の変で、えー、三井に参加しなかったと。その結果、 微妙な立場に立った義経なんですけども、細川忠興はこの一色義経を呼び寄せるわけです。あの自分の義理、えー、の弟に当たりますからね。忠興に呼び出された一色義経はそこであのこの問題謝ろうかなと思ったんでしょうね。細川忠興から、えー、すぐに来いというふうに呼び出されて、えー、宮城城に入った義経、えー、ですけども、その場で暗殺されます。 この時、忠興は自分の妹を救い出すんですけども、その妹に切りつけられて鼻に大けがをします。それ以来、忠興には額と鼻に傷があったんですけども、もともとこの額の傷の方は戦いで傷ついたんで、ものすごい自分顔の傷が陣まいやったらしいんですけども、鼻に傷つけられて以降は、忠興の傷のことを言うとはいかんというふうになっています。いきなり妹に切りかかれたのがよっぽど悔しかったんでしょうね。 この義貞が殺された後、義貞のお,おじ、義道の弟のやつ義しは生き残ったんですけども、一式再興を志、えー、して挙兵します。しかし、すぐに細川軍に滅ぼされて、三後一式氏は、えー、滅亡してしまいました。ここに一式家は滅亡したわけです。まあ、他の一式家も一応見ておきますと、一式家の、えー、有力悲観僧として、三方氏。 これ、あの、ちょっと見ておきますと、島津家の、島津市の文献に若狭ってんですね。えー、鎌倉美時代、初っ端に島津家から分かれた、えー、島津市です。あの、島津家の文献の若狭市。えー、鎌倉の初っ端の頃には若狭集合になっています。ただ、この若狭ってうのはやっぱり、右りが大きい、小浜の魅りを大きいために、北条特捜家に移って、えー、若狭家は、えー、衰退します。 で、えー、味方軍に城、えー、を持ったんで、味方氏と名乗ります。若さ守護大として活躍してます、しましたが、えー、一式吉蔵が殺された時に、えー、武田信秀に抵抗して、信秀に傷をつけて、えー、います。この味方、味方さんの一人が。武田信秀はその、えー、結果、翌年、半年後に、えー、亡くなってしまうんですね。 えどうもその傷つけられたのが大きかったらしいと言われています。で、それ以降、三方氏はその時のに滅びたわけではなくて、それ以降、あのまあ、あの若さから離れて、一式家のえ重心として、えー、まあ都、京都の方で活躍してたようです。それ以降、まあ、三方付近とか若さにも、この三方の文献は残ってみたいですね。稲富氏、これもえちょっと有名ですね。稲富九務とか一務と言われてる人物ですね。鎌倉時代に丹後に激校していたみたいです。 伊勢平氏の一門と名乗ってますで鎌倉時代には丹後に土着し室町時代には一色家の支配が入っています。月秀の第二稲富流法術を完成させていますで。息子の稲富助の方は一色氏が滅亡した後は忠興に仕えています。朝鮮出兵にも参加していて、ただまあ彼は関ヶ原の戦いの直前にガラシャラを見捨てて逃亡しちゃったと。これは稲富流法,法術を習っていた ものすごい幅広い大名であって西軍祭でも大量にいたらしいですねその自分たちの弟子から逃亡を勧められて、えー、逃げちゃったと細川忠興は自分の妻を見捨てていった奴らは絶対許さねえという強い意志を持ってましたんで稲富助直もやばかったんですけどもこの稲富流法術をこうせあの伝える助直の腕をるしがった助直の腕を惜しがった 徳川家康が仕、えー、えた結果、この稲富家は旗本として生き残ります。稲富正直は大阪冬の陣で大砲を、えー、ぶち当てたのは、この稲富正直の法術です。それから、小笠原っうのはいました。えー、小,小笠原氏所有のはず小笠原氏か、それともあ波小笠原氏か、その辺は分かりません。その小笠原氏の所有である小笠原長房が一色紙の飛官になっています。 鎌倉時代から物語にかけてすごい勢力を衰らえていった小さな小笠原氏の所有が石岸の悲観になって力を持つと。若狭の守護代、さらに小笠原長春の時には若狭と三河の守護代を、えー、接収し、さらに千田軍の文軍守護代も、えー、やりますけども、丹後の国を新たに、えー、支配し、丹後宗が力を持っていく中で、その丹後宗に数がれた意識士と、えー、確執を起こして、えー、1千0 9年に滅びています。 三野一色氏は前言ったとおりですけど、三野一色氏のポイントは、この三好の三通人物、斉藤義達を生んだ、えー、三好の三通のは、一色義党の娘の,あの子孫であると。で、一色義教と義党の娘な間に生まれているとも、えー、あるいは稲葉道則、えー、一徹の親父の稲葉道徳で生まれたとも言われています。 時折なり、えー、それから斎藤道んの側室として斎藤四月を思う、まあ、この結果斎藤吉達はこのつてを頼って一式時井重りが一式氏から、えー、養子に来てるんでい俺一式の血を引いてるんだというふうに、えーまあ、主張していたようですねこれに関しては、えー、実在に疑問視する説もありますこの名子のどんな本当に言っのどんかに関しては、えー、ほんまかいなという説もあるみたいです だからまあ前回見たい一し吉つ、あるいは一を吉田だというふうな形で、斎藤たつは裁判内に一式吉たつ名乗り、斎藤達夫は親父が一し吉つ名なった時に一を吉田だというふうにえ名前で。で、くるくる名前変わってますけども、この一式と名前を名乗っていた頃の資料というのは結局、小田氏によって全部やばいになるみたいですね。あと一式氏の生き残りをえちょろちょろと見ていきます。式部一式氏。 の生まれた一式藤永津人物1530年に式部の醤油に任官してます。だあのこの式部一式師というのは式部の醤油を代々関名乗りとして受け継ぐことが式部一式師と言われています。で、えー、足利義富士から特に、えー、可愛がられて書類を配慮しています。1549年に式部一式を継承。この藤永津の名前は1552年に。 この足利義富というのはあまり聞かない名前ですけども足利義輝の最初の名前ですね。あの細川藤隆とかの藤ですね。三淵藤秀とか、こっちの足利義輝ですね。お供衆になるってわけで、もともとお部屋州やったのがお供衆に出世しているということで、意識藤士長がいかに義輝から気に入られてたかということを表します。義輝が殺された永禄の辺では、 よしテルの弟とであった一条院角形を擁立して、えー、この一条院角形が吉明になりますから、藤永は吉明に使えています。 信長と義明の決裂後も義明方につくんですけども彼はもちろんところが義明は友の浦に落ちてみた時に一式藤永をキーの国に残して近畿方面への拠点にしようと考えてたんですが藤永は結局友の浦までやってきたことによって、えー、義明から、えー、嫌われてしまって、えー、追放されちゃうという義明から追放されるという離れ業を演じています。 それ以降、細川藤孝を頼って以降は、えー、藤孝の元で、まあ、あの、活躍します。まあ、そういう活躍っつっても、あの、和歌会とか、そういう文化的な方面での活躍が見られて、武将としての活躍は見られません。もう一つ、これ、一式しかどうかっつうのは、実は怪しいと言われています。牧島明光物人物がいます。一応、まあ、一式モ元が、 えー、牧島城をもらったことで牧島の乗ってるというふうになりますけどもあの実は室町将軍家に牧島さんっつ、えー、方奉公衆がおってそいつは藤原なんですね。その奉公衆の牧島さんとそれからこの牧島君津の、えー、関係はちょっと分かりにくいんですけども細川と同じで名前をこう。 え石木テル問題、石木モとは誰やねんと。えー、石木テルモと人物も実はよくわからない。だから、この牧島スさんが石木氏であるかどうかとうは非常に怪しいんですが、一応まあ、えー、石木氏の敬類ということ、石木氏の敬類となっていることなんで、一応まあ見ていきますと、えー、足利義明の側近として、えー、牧島城の戦いをえ戦っています。吉明はあれですね 一旦えた、ー、ん、挙兵した後、えー、信長に京都を追放されて、牧島城で挙、えー、兵するんですけども、また叩き出されて、堺押しの国にに忍びていくと、泉の国栄堺押しのに忍びていくと。 それ以降、牧島城で牧島清水ともに立てこもったのはこれ一発で吹っ飛ばされて、あの義明が貧乏に行った後は、一色藤永がトップやったんですけども、藤永が失脚した後は将軍側旗の筆頭として、一色昭秀とともに、えー、ご内緒を発給していますで、えー。義明の京都機関にも秀吉と交渉したのはこの牧島清水です。それから義明の葬儀も担当していますあの。それからあと、あの えと石ケ池文書でもこの牧島明光の書状というのは結構多いですあの。吉明の王者として、あるいは吉明の,末吉明の、えー、書状の末状にもよく名前出しておって、この牧島明光さんとものすごく、えー、よく出てきます。それから維新数殿ですね、次は。えー、維新数殿は、えー、一色秀勝の子であって、こちらはあの牧島さんとは違うて、しっかりした、えー、一色氏です。 え、式部一式氏の一門の子として、京都で生まれてます。この一式秀勝は、よしやき、あの、一式、秀勝。の、え、父親で、スーデンの、え、そうで、一式藤永、ね。え、よしやが追放されたの、機会に、何千で出家して、第五次で学びという。これ、実は、まあ、前、何千、当時とでやったところなんですけども。さらさらと伸ばしておきますと。えー、まあ、あの、千六百五年には、えー、県庁長を経て、あの。 何千人の270世、徳川家康に仕えて、えー、外交尋問を担当する、キリスト教禁令、バテレン追放令の起草や、寺院諸法と武家諸法と、近中並びに公家諸法とを起草するなど、以下、こういうふうに、あのー、幕府のさまざまな影響を与えた維新数伝さんは、一式家のまあ最後の輝きですね。維新数伝が死んだ後は寺社奉行、長崎奉行、それから林家に分化されています。 幕末の場合、まあ、長崎奉行に一色さんがおるのも何かの縁かなというふうに思います斎藤義達の母親の三好のうでこの人はいないという説もあるらしいですが、事実はどうであれ、義達は一色の方にくっつけたということは、どうやって言い合ったんですかね、義達がそうでしょうね。一式を名乗っと,くと時よりもさらに上に上なれるし 一式となったのは、もうこれは足利義照を通してるわけだから、これは義辰が、俺は一式やと言ってたことがもう確実なわけですね。そうですね。それは当時の資料に出てるんですね。あの一式を名乗った、その将軍がそれを認めたというのは。そさんも三好となんて女性いなくって、頼明との関係がどうたらこうたるがなくても、俺を一式の子孫にしてくれって、金詰めはしてもらえるもんなんですか ええとね、あの、あの細川と同じで、あの、将軍にちゃんと金払うたら、名前を一応もらえることだったみたいですね。家康だって、なんか、ごちゃごちゃしてますもんね。うん。刑図については。そうそう。<ー> <laughs> だから、何回申し立てたら、あの、刑図屋さんが経図を作ってくれるみたいな。細川藤高さんも疑惑がありますからね、あの、刑図をこうた。 つがあの、うん、細川伊豆のっつうのが佐々木源氏、佐々木氏からのレーディングで、それが吉原から細川の名前をもらったと。じゃ斎藤義辰も斎藤を否定してで時、うん、にするぐらいやったら、一式にしといた方がええわと。うん多分端午の一式さん、文句言ってけえへんやろ。あのえっと、あの吉輝とかの周りに、あの一式、あの一式っつうもんですね、結構。 まあ細川と同じで、そう,う側近たちにまああの一応まあくっつけておくというか、そういう名前を与えておくと。その一識家としても、そういう斎藤舩みたいな国持大名から一応一文扱いされてやると、金も、金の方ももらえますからね。あ、そうか、有力な人を入れてやれば、ことがあると、うんうん、じゃあ,まあ吉達と。 時、より明の間に血縁関係とかなかった、全くそんなもなかったとしても、一式となることは可能だということなんですそうです,そうです。結論から言えば。そこは何とでもなると、うん、金,金と権力があれば。室町時代は何のさ全ての沙汰は金次第。金だったら、例えばあの庶民でも公家の,のなんか経路者になれるし。 すごいのはあの富工事という九条家の初代友があるんですけれども、そいついつの間にやら二条家の所流という格もらってますからね。<laughs> 幕府だけじゃなくてあの、朝廷にも結構そういう金を払えば二条家の一門ぐらいには潜り込めると。逆に今の人間の方が、これやっぱり血縁関係がなかったかのちゃうんかとか言って、あ<ー>真面目に <laughs> 考えるわけで。そうね。<laughs> うん <laughs> 古町ではその辺、むちぐちゃですな。<laughs> 時だって意識から引っ張ってきましたもんね、何の関係もないのに。うん、そう、これ、うん、これもひどいなという、うん。あれひどいですね、とその時重頼さん。守護代斎藤さんが無理やり持って,持ってきて、しかもこれ子供がおったのがひどいですよね。<laughs> ちゃんと子供がおるのに無理やりえ意識から時を持ってくるという。尺系の孫がおるのにね。そうそう。 当がるのにねしかもまだ戦国時代入ってないぜという <laughs> そういう時、一式さんの側からはクレームつけないんですねむちゃそんな。そんなことしていいのかとか言わないんですね、これ。むしろこの人の一気でいう先が決まってラッキーちゃいます一式からすりゃ。まあいいかとそう、時へ行けるんやったら、お前も。このこちょうどあの吉直ですから。 繁織さんが言った頃は吉田おさんですからまあ自分の老いがええー、ところを見つけたらええー、就職先やみたいな。<laughs> こういう押して言うならあ,のあれですねあの茉耀公治家での公治冬房っつう人があの突然ええー、遠征会に取り憑かれてだ堕落とか行っちゃったんで甘露寺近中の息子が、えー、春妻になったんだけども甘露寺家っつうのは結構自由な映画だったらしいんですね。 ところが、までの工事家とはものすごく保守的やったんで、この春房、えー、さん、ま、え、で、ー、の工事家の家に馴染めずに出奔しちゃうってこともあったんで、時重織さんは幸せなパターンで、までの工事さんの場合ちょっと復興なパターンになりますね。就職先できてええやん言うけども、行った先がブラックやったら当 <laughs> 主も大変だという、までの工事家はブラックやったんかと私は思ったんですけど。まあ繁織さんは一応自分の子孫が代々時を継いたわけだから。うん こちらはホワイトでしたね <laughs>、うん、ホワイト大企業への就職 <laughs> あそうねトキの方が大きいですもんね一式より一式単語ミかやばいトキやったらミノの国というええー、ところ家柄ちょっと下回りますけど足利一門からまああのでもまあ出式の一門からトキの歩投手やったら、えー、ものすごいホワイトですね